まあいろいろとこのミックスエフェクト、3回目に映ってるミックスエフェクトでもって、いろんなことをしておうと。例えばこの DVE っていうところに今スイッチが入っておりますと、こういう切り替えができるわけですね。1カメと3カメで、この線でもって切り替わるということで、この線を変えるというのはどういうふうにするかというと、このソフトウェアコントロールのメディアに行って、今これですね、今度太い、2本ありますけれども、こっちかな、これにしましょうかね。これにしますとまたバーがちょっと変わってきますよね。これはブラックマジックの標準でついているものですよね。で、これで、こういうふうに変えると、カメでもってこう切り替えることも できると。ちょっと絵を使った場合だとそうなっちゃいますね。で、DVE を外して、ワイプでやるとどういうふうになるかというと、こう上からじわーっとくるわけですね。で、下からじわーっという感じで、操作されます。スイッチの切り替えはこういう感じで、切り替えておるということですね。で、FTB のレートですけれども、この FTB のレートを、今ブラックに変わりましたね。FTB、これは、間違えました。これは戻りましたね。ちょっとこれはフェードトゥブラックですね。今間違って、フェードトゥブラックに切り替えちゃいました。それでオーディオが、今日はワイヤレスは使っておりません。マイク1だけが動いておりますね。で、マクロとメディアで、このトランジションですよね。トランジションが、DV、これでできるんだね。DV にセットしとけば、これでオート。でも、ワイプですよね。ワイプになってます。こう、ワイプになって切り替えていく。DV にしたら、これを、ワイプになってますね。これをもう一回消す。ここにあるんですね。デビで、オート。これでデビです。なるほど。これは操作の、このデビを押すことによって、ミックスかディップかワイプかデビかという選択ができて、ワイプにすると、ここがワイプに変わって、これでこういう切り替えができると。なるほど。で、このワイプからディップにしたらば、ディップにするとホワイトが入ってあれなんですね。それからミックスにしますと、こういう感じとこういう感じ。なるほどね。切り替わり方がこの変わってくると。なるほど。ミックス、ディップ、ワイプ、DVE と。で、レートは1秒ですね。レートは1秒。それからアップストリームキーや、これもあれなんですよね。ルマとクロマとパターン、ビブ、オンエア、キーソース、メディアプレイヤー、位置が鳴ってる。で、これはオンエアをかけたらどうなんだろう。これで、3番、亀さんの絵を持ってこれるということなんでね。アップストリームキー。アップストリームキーがあって、消して、
例えばこれだとこういう感じのフル画面のものを持ってきておると、これをオンエアでこういう感じで全部できるということですね。なるほどね。はい。それでダウンストリームキーヤーズ、これはオートディスク1、オート、これはメディアプレイヤーのキーがこれですか、これ、カマン、これでもこれホワイトになっちゃうね。どうもよくわかんないですね、この辺は。ダウンストリームキーや、タイになると、タイ、あれなんですか、フルソース。これを、例えばこっち側に持ってきといて、これでオンエアにすると、逆に抜かれてるね、音。ああ、なるほどね。コードジェネレーター。このダウンストリームキーヤーっていうのは、オート。変化ないですね。クリップ。これを、なるほどね。これをやるとこうなると。これですかね。はい。ちょっといろいろと触りましたけれども、プログラムで1で、いろいろとストリーム、ミックスエフェクトのキーを触ってみまして、どんな変化があるかということをやってみました。なかなか奥が深いところでございまして、一朝一夕には覚えられないと。マニュアルがあればマニュアルが読めるんでしょうけど、これはちょっと見つかりませんでしたね、ネット上で。ミックスエフェクトのマニュアルがどこにあるかがまだ調べきれていないというところでございます。でも、そういう中でもいじくり回して覚えるというステップでもって私はやっていきたいと思います。せっかく7000円でアプリを購入しましたんで、使って覚えていくという道筋でございます。それでは今日のライブ配信はここまでとさせていただきます。それでは失礼いたします。FTB。お疲れ。